の中部野川に市民果樹園と市民農園がオープンしました。これは年々少なくなる一方の玉川梨の保存と、ミニ農園では市民に土いじりを楽しんでもらおうと石川農園のご協力により設けられたものです。果樹園の高台には140区画からなる農園があります。たくさんの応募者の中から選ばれた人たちが市長さんと一緒に早速くわ入れ式に参加します。園内にはこのほかウサギやアヒル、小鳥などのいる家畜コーナー、砂場のある児童コーナーがあります。四季を通じて花や野菜作り、梨もぎなどが楽しめる憩いの場です。あなたも花の香りや土の匂いを楽しんでみませんか。